こんな感じ。そこから見えるのが、なんか光ったな。こんな感じですね。あれ、駅ない？駅まだ先か、まだまだ先か、これないね。ちょっと急ぐか、ちょっと確認しましょう。確認したけど、まあ全然まだ半分も来てませんでしたね。頑張って歩きましょう。まだまだ先だ。こっちから行っていいのかな。よし、歩道が広いのはありがたいですね。ちなみにライトつけてみたけど、あまり変わらんね。よいしょ。とりあえず37分ってなってましたかね。まあ20分あるんで全然余裕で着くのは着くでしょう。ゴミステーション。あれ、歩道が消えた。歩道なくなっちゃったね。向こう側に渡った。いや、まあまあこっちも広いから行けか。向こう歩行者専用踏切みたいなちっちゃいのがあるんですね。それはそれも面白いな。まあここも大丈夫ですね、通っていいみたいなんで。よし、下交渉よしと。ここがいいのかな、雑魚所。もう癖だったよ。あー、渡れないのか。失敗した。どっかで渡っときゃよかったね。大丈夫かな、これ向こうに行って戻っとったら結構いい時間になるんじゃね。あ、時差式なんだ。あー、で次がこっち、またね。初めてのところはね、手がね、あ、暗。あ、でも単純にこれから人狩りになっていいや。実はね、電池の残量まだ 83% ありますんでね。道中ね、あのモバイルバッテリー差し込んでね、充電してきとったんで、まだ意外と1日はどうにかなりますね。モバイルバッテリーが今 70% ぐらいまで使ってるんで、確かにずっとこの技を使うよっていうわけにはいかないですね。で、まあ、今回の場合は移動中にね、どうしても充電が、いわゆる電源コードからのね、給電ができませんので、そこがねネックになってくるかな。あとあと効いてきそうなんでね、なるべく満喫みたいな感じでね、充電フルに行えるようなところでね、やっていきたいなと思います。ああ、おう、
まあまあ住宅街ってほどでもないけど、ずっとコンスタントに建物建ってますよって感じですね。住宅ですね、住宅が建ってますよって感じですね。商業施設はあの駅前だけかな。なんかコンビニもないんですね。駅前にセブンありましたけど、商業施設っぽいのはもうちょっと先まで行かないとないのかな。まあ、先にも電車に乗ってもらった方が良さそうですね。でもこれぐらいの暑さだとね、あれとてもいいですね。さすがにもうここ最近の日中はちょっと歩く、そのカメラもねダメになっちゃいますけど、熱暴走しちゃいますけど、ね、人間の方もまあしんどいですからね。この前の福知山もまあまあしんどかったですもんね。まあ今日はね、着替えも多めに入ってますからね、それもうちのあれを苦しめてますけど、まあバスはもう全然ないね、全然ない時間ですね。19時39分、あ、一応こんなと来るの来るんだ。渡っといた方がいいか。そしたら渡れる。あ、押しボタン式だね。すぐ渡れた。ラッキー。よそ者が使うなとね、言われそうですけど、まあ全然、ね、5本も下手くもないですもんね。歩行者が横断歩道を渡るのにね、押しボタン使うのはいいでしょう。もう最近本当何で叩かれるか分かりませんからね。ね。まあ、ただ、うちなんかはね、岡山駅まで行くやつ走ってるんですね。19時39分。ああ、こっちでも大丈夫ですね。まあ、わざわざ、こういう感じでも。駅から乗ってしまえばいいですからね。ああ、暗い。これは暗い。でも、こっちまでバスも走ってるんですね。こう。いいですね、バックアップがになってるのがあるのはいいですよね。独特なタイヤ音をしてたけど、空気圧大丈夫なのかな。ここで点検してたらいいんじゃないかなって言ったら、じゃなくてかな、単にタイヤがオフロード仕様のやつになってるとか、そういう音かな。なんか空気入ってない時のベコベコ感がある音だった気がしますけど、まあ言うてそんな私詳しくないんでね、よいしょ。まあ見てね、ベコンでへこんどったりとかね、ガタガタなというとか、そんなんじゃないですからね、大丈夫なんでしょう。歩いてんな今日も。いやー、しかしやっぱ10時で だと全然間に合うんですね。まあ新幹線使えばね、名古屋から新幹線使っとればね、もう今頃広島余裕でついてると思いますけど、